2023年秋アニメ、豊作だと思ってたら、水曜日深夜があまりに濃すぎる。ということで、ウマ娘3期、16ビットアナザーレイヤー、いけないヨシエ、ブルバスター、実写パリミック方面、鍵術2、暴食のベルセルク、神選びについて、1話2話のレビューをします。まず最初に言っておかなきゃいけないのが、やっぱウマ娘3期ですね、うん。いや、ウマ娘3期ね、正直ね、ウマ娘に冷めてたから、あんま期待してなかったけど、やっぱウマ娘のメインコンテンツ、アニメだなって思った。もともとウマ娘の北サンブラックと里のダイヤモンド結構好きだったからね、うん。まあ実際2期からの積み上げもあるしね。まあ、今回、まあ北ちゃんの話としてうまく回してるんだけど、まあウマ娘アニメはやっぱりこう、まあスペちゃんも、ウンスやグラスに負けてたし、まあ帝王はいろいろと骨折したりとかして大変だったし、絶対無双ばかりできないっていうのが、まあ、ウマ娘アニメの主人公の条件なんだけど、まあ、キタちゃんも、サプライズでウマ娘化したドゥラメンテに負けちゃいますと。うん。この辺の演出すごかったなと思う。まあ、キタちゃんも、まあ、みんなにを支えられて、頑張ってるって。それでも、結局、ま、キタちゃんが負けても、まあ、ドゥラメンテを祝福するっていう声もあるのが、まあ、競馬の世界だし、まあ、そういう厳しさをアニメウマ娘は取り入れてるからこそ受けたんだよね。うん。まあ言うて今のウマ娘アプリも凱旋門シナリオやってるんだけど、まあこれのプレイ時間がちょっと短めになってるから、まあ慣れると早めに終わって、まあ嫌いじゃないですけどね、うん。あとアプリやってるからこそ、井上ほのかさんのアストンマーチャンにちょっと色々と盛り上がれるのもあるし、まあダイヤちゃんと、まあクラちゃんの、まあ里の家のキャラ付けも良かったし、やっぱ今期の東宝は強いですね、うん。いや、ウマ娘3期はもう文句なしの SS ランクですね、うん。次に紹介するのが、ウマ娘の後番組の16ビットセンセーションアナザーレイヤーですね。うん、これはまあ原作の、まあ、商業版を読んでます。マモーの年齢上がってんだよね。まあ、原作だと10歳のショタだったけど、アニメだと、さすがにコノハ18歳と、まあ、どうこうやるのはあれだから15歳になってたり。いや、アナザーレイヤー良かったです。うん、期待してたんだけど、想定以上だったかなと思う。あらすじとしては、まあ、オリジナル主人公のコノハ、まあ、CV 古賀葵が、まあ、2023年前後ぐらいかな。まあ、リコリコや紛れ子、あるいは、まあ、ギャルゲー、エロゲーにハマりながらも、まあ、パープルソフトウェアがハピメアの新作出してくれることに喜びながら、まあ、それでも就職した会社があまりパッとしなくて、催眠物を作ってて、あれこれ悩んでたんだけど、謎のおばあちゃんの戦国ランスを100円で売ってる、まあ、すげえところで、ドス版の同級生をもらったら、それ開いたら、なぜかタイムスリップして、サオリ事件が起きた直後の1992年まで飛んで、まあ、そこでなんかラブコメっぽいことやるって感じですね。まあ、こういう系統ってやっぱ徹底的な協力が必要だなって思う。うん。僕たちのリメイクは正直その辺甘かったから、あれは、日暮らしの泣く頃には、まあ、月姫とかフェイトとかちゃんと協力取り付けるべきだったと思うんだけど、まあ、こっちはちゃんと人脈とかちゃんとつけながら、まあ、うまく開口ホイホイできてるし、まあ、その時点でまあ正解だじゃないかなと思う。まあ、この葉がどうなるのか次第でもあるけど、まあ、ちゃんと過去の思い出語りに浸れるようなアニメだったらそれはそれで大正義だし、あと国会議員の人がエンドカード書いてるのもいいですね。うん、いや、赤松健先生はなんだかんだでオタクには外せない人だから、まあ、良いチョイスだったと思います。いやー、16ビットセンセーション楽しみですね。うん。まあ、小川葵さんも美少女系の声優っていうよりも、まあ、あの人のゲームキャラで一番有名なの多分パイモンだから、まあ、そこら辺のフレッシュさも期待ですね。まあ、なんならパイモンっぽい声だし。うん、16ビットアナザーレイヤーは本当に楽しみにしてます。次に紹介するのが、婚約破棄された令状を拾った俺がいけないことを教え込む、いけない教えですね。いけない教えもめっちゃ楽しみにしてたんですが、想定以上でしたね。まあ、このいけない教え、ナロー作品のアベマでやってるやつなんですけど、ワタコンと白聖女とお隣の天使様とスパイファミリーを読んで割って、のんびり農家を加えたようなナロー作品ですね。うん。まあ、ファンタジーラブコメなんですよね。主人公の杉田智和さんのアレンが、まあ、ちょっとイキリ系なんだけど、まあ、そんなイキリ系のアレンくんが、まあ、早見沙織さん声のシャーロットちゃんを拾って、まあ、ちょっといろいろと不幸な子だったから幸せにしてあげるという。これ、改めて見ると、まあ、杉田さんと早見さんのやりとりがめっちゃ面白いんだけど、まあ、シャーロットがアレンとの出会いによって救われる以上に、まあ、アレンもシャーロットとの出会いで生きりマンから真人間になっていく話でもあるのかなと思った。うん。安心して見ていける作品ですね。
次に紹介するのがブルバスター、今期のロボアニメ枠ですね。うん、まあ、どうもね、調べてみると、これ、核読むで連載されてるロボラノベっぽいですね。まあ、レミの独占なんだけど、そのレミのが最新無料で助かった感じです。うん。いやね、ブルバスターね、あんまり期待してなかったんだけど、よかった。俺がロボアニメに甘っちょろいのもあるんだけど、なんかこう、企業系の重機ロボで、なんか怪獣と戦うような話で、まあ、パトレイバーやダイガード、まあ、あるいは初期のナデシコやゴジラ SP あたりの企業系重機ロボっていう感じだったね。まあ、主人公もロボータだし、まあ、結構モデルもうまくできてるし、まあ、敵の怪獣モデルは、まあ、ちょっと神活っぽい感じもするけど、まあ、怪獣のモデルとしてはまあいいんじゃないかなと思う。なんか気持ち悪い感じは出てるしね。いや、まあ、ブルバスター独占だけど、ロボアニメを積極的に搾取していくっていう点では本当に良いと思うので、僕は応援したいなと思う。SS ランクで。次に紹介するのが実写版パリピ孔明だね。まあ、これは結構賛否あると思うし、まあ、PA ワークスさんのアニメ版とはかけ離れてるかなとは思うんだけど、まあ、ただまあ実写ドラマとしてやれることやってると思う。夜更かしの歌のオープニング出してきたり、まあ、声優の梶裕貴さんも連れてきたりと、まあ、結構アニメオタクにも狙ってる要素のところもあるし、やっぱ特にライブシーンに関しては実写ゆえの強みみたいなものも感じるから悪くないかな。うん。まあ、最近実写についてもそれなりにうまく見ようかなと思ってるから、まあ、そこら辺も含めて見届けたいかなと思います。ちなみに僕これは FOD の無料で見てます。次に紹介するのが暴食のベルセルクですね。いや、これもまあなろうだし、まあ、正直不安だなと思ってたんだけど、1話の時点だとよくわかんないっす。うん。いや、思ってたより悪くなかった。一応暴食のベルセルクってダークファンタジーなろうだから、まあ、ちょっと胸クソ悪さとか、まあ、そこに対して、まあ、結構残虐だけども頑張っていくっていうのがあるから、まあ、原作ファン、漫画ファンを裏切ってるような雰囲気は、まあ、今1話の時点ではないかな。まあ、ただもうこっからどこまで持つのかっていう不安はあるけど。まあ、そもそもあの会社の問題は作画の悪さだから、そこを乗り切ればそんなに叩く気はないんだよね。あと、これは明確な勝手に要素なんだけど、相棒の剣の、まあ、グリードってやつがいるんだけど、これが関智一さんで、まあ、金ピカの英雄王のギルガルメッシュっていうよりも、テイルズのソーディアンを思い出した。うん。関さん、スタンだしね。うん。ディムロスじゃなくて、まあ、スタンがソーディアンになってるっていう。まあ、とりあえず1話の時点ではそんな悪くなかったかなって思います。次に紹介するのが神選びですね。うん、神選びは先行で2話見たんだけど、まあこれデスゲーム系のオリジナルアニメなんだけど、まあ悪いけど2010年代のちょっとクリエイターの人たちで、まあ、ちょっとお人形っぽさが残るかなっては正直思った。まあ、ただまあ2話からそれなりにルール説明とか出てきて、まあ、クソになるかひねった作品になるかっていうのがちょっとまだ見えないかな。この辺はまあオリジナルアニメだなと思った。まあ、神選びに関してものんびり見てきます。そして絆のアリル2期、うん、最後まで見るけど何も語ることはないよ。だってぬくゆかさんだったらシュガーアップルや七妻見ればいいじゃん。悪いけど矢野ひなきさんだったらそれこそ北ちゃんがいるし、ウィットスタジオとスタジオ MD を早く開放してほしいですね。はい。そして最後、影実2。いや、影実2は、まあ、後の聖女の魔力と盾の勇者と合わせて語ろうかなと思います。ただやっぱギャグとしての切れ味は全く変わってなかったから、やっぱ影実好きですね。はい。というわけで、水曜日深夜、8作品のざっくりしたレビューをしました。いや、今期マジで大豊作ですね。みんな馬娘は見てると思うけど、いけない教え、ブルバスター、16ビットアナザーレーションあたりはマジでおすすめですね。うん。いや、今期はみんな無理してでもアニメの見る本数増やすと楽しいですよ、絶対。絶対今期本当に良いアニメ多いから、うん。みんなも楽しんでいきましょう。以上です。